少なくともお前なんかよりあいつのことを兄弟だと思ってるからだ。あの言葉だけで十分だった。俺以外にサスケを信じてくれる者がいる。お前の瞳に嘘はなかった。お前は信じるに足る人物だと分かった。安心して弟を任せられると強く感じた。だからナルト、お前に託した。イタチ、俺を信頼してくれてありがとう。でももう心配ばかりしなくていい。あんたは里のために十分すぎることやったじゃねえか。あとは俺に任せてくれ。弟はお前のような友を持てて幸せだ。イタチは使い物にならなくなった。だがこちらには君がいる。見せてもらおうか。陸道仙人の力、伝説のリンネガンの力を。で、これからあんたは。え？いいの？じゃん。俺様のチャクラ。すまない。体が勝手に。あれって全盛期に戻ったか。ナルト、今の俺を放っては危険だ。早く俺を倒せ。分かってるってばよ。イタチ。ああ、俺もやる。行くぞナルト。あ、戦闘開始。ナルト、遠慮するな。思い切り攻めてこい。分かってる。するだけだ、ナガト。すまないな、イタチ。戸塚の剣だ。すぐに封印する。何か言い残すことはあるか。ナルト、俺は師匠のところへ戻って
お前の物語を見ておくとするよ。お前なら最高傑作の物語を作ることができる。なんといってもお前は俺の弟弟子なんだからな。平和への道、最後まで進んでくれよ、ナルト。じゃあな。ナガト。大丈夫か、ナルト。おっちゃんこそ。丈夫が常識、この俺は。このエドテンとかいう術、気に食わねえ。戦いたくねえ人と戦わされる。早く終わらせねえと。こんな戦争、俺の手ですぐに終わらせてやる。俺の手でか。ああ、さっき言ったはずだ。任せてくれって。この戦争は全部俺一人でやる。一人で無理をしようとするな。いや、全部俺が引き受ける。それが俺の役目なんだ。お前は確かに前とは違い強くなった。力を得た。だがそのせいで大事なことを見失いかけてもいるようだ。いいか、よく覚えておけ。お前を嫌っていた里の皆がお前を慕い始め、仲間だと思ってくれるようになったのは、お前が他人の存在を意識し認められたいと願い、一途に頑張ったからだ。お前はみんなのおかげでここまで来られたと言ったな。力をつけた今、他人の存在を忘れ、おごり、子に執着すれば、いずれマダラのようになっていくぞ。どんなに強くなろうとも、すべてを一人で背負おうとするな。そうすれば必ず失敗する。お前の父ミナトが火影としてあったのは、母クシナや仲間の存在があったからこそだ。お前の夢は確か父と同じだったな。なら覚えておけ。火影になった者が皆から認められるんじゃない、皆から認められた者が火影になるんだ。仲間を忘れるな。ナルト、俺はイルカってのと約束してんだ。大体お前を守るってな。一人じゃ行かせねえぞ。そもそも確かに俺が何とかしなきゃダメなんだって思い込みすぎてたかもしんねえ。今のお前ならばサスケを止められる。弟を頼んだぞ、渦巻きナルト。ちょっと待ってくれ。今のあんたも直接サスケに会える。今度こそ。いや、俺は一人で何でもしようとし失敗した。今度はそれこそ仲間に任せるさ。どこへ行く？俺にはやるべきことがある。お前たちとはここで別れる。イタチ。キラー B、ナルトを頼む。アウイヤ。俺たちも行こうぜ、 B のおっちゃん。なんだここは。ああ？てめえは二代目土影？それに雷影も嫌がんのか。なんでこんなに敵同士が揃ってって。いや、こいつは知らないな。俺は四代目風影。四代目だ？俺が知ってるのはもっと前の代だぞ。わしはお前を知っておる。確かジトンを使い砂金を生み出せる唯一の男。俺もあんたたちのことを伝え聞いている。武勇伝もその特徴もな。風、土、火の三つの性質を一度に使うことのできるジントンの二代目土影、ムー、水遁、そして広範囲幻術を得意とする宝月一族、二代目水影、そして強靭な体、最強の矛と盾を持つ三代目雷影。いずれも歴史にその名を刻んだ強大な力を持つ偉大な忍びだ。二代目、三代目、そして四代目までも揃うとは。
一体何が起こってんだ。これは二代目火影の卑劣な術だ。死者を黄泉から呼んで縛る。お前らをここへ無理やり口寄せさせられた。くそ、だからこうなるってのか。くだらねえ術使いやがって。でだ、さっきから二代目火影を探しているがどこにも感じない。感じるのはここより少し先。この新顔と同じチャクラか。それも大群と共に。俺と同じチャクラか。ならそこにいるのは。この戦場、わしも戦うことにした。重い腰を上げなくてもよいものを。ふん、上げさせたのはどいつじゃ。あんたたちはいつ己を捨てた。いつぞや捨てた己をここで拾う。そろそろだ。じゃな。向こうの準備はできているようだな。田里の者ならともかく、地里の忍びと戦わされるのは忍びね。そう悲観することはない。里の子たちは成長し、先代のわしらを超えてくれるはずだ。ならいいがな。お久しぶりです、ムー様。随分と長生きしたな、大野木。陣頭のおかげか。ガーラ、お前がいることは予想していた。だが、まさかこの大軍を率いる器になっていると。四角の力を使い、奴らを従えさせたのか。そいつはもういない。俺はもう父様の作った陣中力ではない。何？あなたに六度殺されかけ、その度にあなたを恐れ恨んできた。だが今はもうあなたを恨んではいない。あなたがやろうとしたことも理解できる。俺も風影となった今、里を守るために里への脅威を排除するのも長の役目だ。うん、風影になった。お前は、バカな。俺の知っているお前にそのような価値はなかったはず。それだけではない。忍び連合軍戦闘大連隊連隊長じゃぜ。やはりそうか。各里のあらゆるチャクラ系が感じられておかしいとは思った。忍び同士連合を組んでいるとはな。ガーラ、お前は資格を入れる器としてこの世に生まれ落ちた。だが暴走を繰り返し、誰からも信を得ることができず、ただ闇を歩くだけの、俺にとって大した価値のない存在だったはず。この江戸転生の術、少しは価値のある術だったかもな。もう一度お前の価値を俺自身で確かめてやる。いずれも影を名乗った強者たちじゃぜ。分散させ、かっこ撃破を狙うしかない。ムー様はわしがやる。陣頭を止められるのはわししかおらん。俺は父様を止める。その間、他の影は連合の忍びたちに止めてもらう。そしてどちらかが手すきになったら、他の影のもとに急行し、相手を殲滅する。それでええじゃろ。まあ、とはいえ何よりもまずは目先の相手でドジを踏まんようにせねばならんがな。始めるぞ。